はい、いつもありがとうございます。はい、先ほどメール確認してね、はい、追加でもう一箱ということで、はい、ご依頼者 OGI さんです。よろしくお願いします。で、この動画上げて、ご連絡します。金とかね、ドラゴンとかね、ちょいちょい出てるんですけどね。まあでも八村絡みましたっけ、これだね。はい、そろそろルーキー来ねえな、ホロ。はい、あ、ペリカンか、レディックです。はい、ホロの場所。はい、で次がだいたい88、せーの。ああ、まあルーキーブルーノ、はい、フェルナンド88シリです。で、その次サイン、せーの。ダリオ・サリッチか。サリッチはちょっと厳しいですね。はい、で、この下のパラレルいきましょう。うん、グリーン・レッド、せーの。あ、ボグダン、めっちゃいい選手なんですけどね、ボグダン、うん、ルキーのがいいな。はい、サリッチ、ノート、ボグダン。で、あとルーキー2枚っす。せーの。ジャスティン・ロビンソン。で、ラスト。いきます。せーの。あ、まあ、クラークはね。うん。はい。まあ、ちょうど怪我しちゃったあたりでしたっけ。まあ、でも、直前はすごかったですね。あの、コビー・ホワイトとね。はい。ということで、クラーク。で、フェルナンドは63-88。はい、まあ、大体4分の、まあ、このルーキー2枚は別ですけど、まあ、ルーキー2枚ずつがこう、あ、ルーキー、あの、ルーキーじゃない、4分の1ずつぐらいで、まあ、この辺のね、まあ、200枚のセットでインサートが除外されてますので、チョイスは。まあ、3位は別として、このね、はい、まあ、4分の1ということで、まあ、うん、4分の1の抽選、4分の1の抽選、4分の1の抽選になるわけです。なので、まあ、箱開けて、まあ、1枚でもルーキー絡めば、まあまあなんですけど、はい、そこが何かというとこですね。うん、今回はフェルナンドでした。はい。88リ。あとは、ここのルーキーのとこですけど、まあ、クラーク出てますからね、まあ、ありだと思います。はい、こんな感じです。はい、ありがとうございます。じゃあまたね、チャレンジしてください。はい、ありがとうございました。